標を立てたら終わりなのではなくて、目標を立てたことがスタートにならなければいけない。だからまず小さな一歩を継続的にやるっていうことも。最高の自分スタイルを掲げる SPEC 代表本田正幸が若者へ伝える今日のテーマは、はい、皆さんこんにちは。表参道で若者を本気で応援する会社を経営する本田です。このチャンネルは私が学歴、コネ、お金全くゼロから表参道の経営者になった、その経験を生かして世の中の若者の人生の相談、それから仕事の悩みに対しての相談を受けながら最高の自分スタイルで生きるための情報を配信しています。今日は年始ということもあって、年末年始の目標の立て方どうすればいいですかという相談を受けたので、それについてお話をしたいと思います。まずですね、目標は、一番大切なのは具体的であることですね。要は目標っていうのは立てたら終わりにしてる人たちがあまりにも多い。これ夢もそうなんですけど、夢とか目標、こうなりたいですとか、こうしたいですとか、こうしますとかって言って終わりにしてる人が多いですね。違うんですね。目標とか夢っていうのは何のために立てるのかって言ったら、立てるために立てるのではなくて、立てることによって行動を変えていくために立てるんです。だから目標を立てたら終わりなのではなくて、目標を立てたことがスタートにならなければいけない。ここの感覚をまずしっかり持つことっていうことは、目標を立てた先にそれを実際に自分が実行できるのかっていうことを考えながら目標を立てないと、結局1年経っても変わってないということになる確率が高いですね。そのためにまず大切なことは、より具体的に立てる。うちの社員でもですね、今年の目標なんだって言うと、頑張りますって言うんですよ。もう何をどう、全然もうわけわかんないですよね。もう本当に言ってる意味わからないし、もうそういう言葉が出る時点で、まずまあ今年も行動変わらないんだろう。うちの社員に限らずですね、若い子たちに往々にしてある話なんですね。だから頑張りますとか、こうなりたいですとかっていうような、そういう話はどうでもいいので、何を頑張るのか。例えば営業を頑張るっていうのすごく漠然としてますよね。営業って頑張ることっていっぱいあるじゃないですか。数字叩くのも大事だし、お客さんを大切にすることも大事だし、今までやってきた営業結果を振り返って自分の取り組みを改善するとか、頑張り方っていろいろあるわけですよね。でも何を頑張るのかっていうことが明確じゃなかったら、ただ頑張りますっていうのをそのまま実行してる人間を見たことがないし、それでは成果は出ませんよということです。より具体的に、例えば、数字を上げるっていうんであれば、去年どれだけの数字を上げたのか、それに対して今年はどれだけ数字を上げていくのかっていう数字をより明確に出すこと。そうするとこの1年でそれだけの結果を出すためには、例えばもう1月から何をしなきゃいけないのかとか、半年後にはどうなっていくいなきゃいけないとか、3ヶ月後にはどうなっていかなきゃいけないって、そしたらもう今からこれしなきゃいけないってなるじゃないですか。こうやってすぐ今この場から行動にチェンジしていけるような目標を立てないと、結果は変わっていかないよということです。なので、もっと勉強しますとか、そういう曖昧な言葉をやめる。何を勉強するのかって、例えば本を読むのか、セミナーとか講演に行くのか、それぞれ違いますよね。例えば本を読むんであれば、どういう本、例えばビジネス書なのか専門書なのか自己啓発の本なのかわからないですけど、どういう本を何冊読むのか、必ず月に3冊読みますって決めたとしたら、最初のもう1月もう今日で8日あ1冊読んでますかってことなんです。こういうことなんです。もっと本を読んで勉強しますって言ってて、それで何冊読むのっていうものを持ってない人は、もう1週間っていう時間を多分本屋にも行かずに過ごしちゃうんですね。例えば出社して、今年どうすんだ、いやもっと本を読んで勉強したいと思いますって言って、出社して会社で仕事が始まって、何だったら元旦から1週間以上日にちが経ってるのに、本すら買ってないし、何の本を買うかすら調べてない。そんな目標もこの時点で破綻してる。この1週間で破綻したものが残り360日ぐらい継続するわけがないし、良くなるわけがない。より明確に、そして自分がちゃんとそれだったら実行できる、3冊ちょっと厳しいなって思ったら2冊必ず読むって決めたら、まずその2冊に対して何をするかって言ったら、全ての目標を書き出すんです。
頭の中で考えることって絶対に忘れるので書き出します。20代の若者で将来の不安、仕事の不満、今より人生を明るく過ごしたい人は、本田正幸が代表の SPEC 公式 LINE に匿名で無料相談。書き出して一番いいのは、部屋の広さとかにもよるんですけど、自分が起きて一番最初に目にするところ、例えばベッド起きたらその壁とか、もしくは洗面台でもクローゼットでもいいですね。スーツとかに着替えるときに一日をこうリセットして、そして、あ、今年はこうやって生きるって決めたんだっていうのを目にして、その服を着て仕事に行くのと、ただ頭で思い描いて、あ、今日も仕事がって言ってただだらだらとこう着替えて電車に乗って仕事に行くのでは、その一日の仕事の内容が変わっていきますよね。何のために目標を立てるのかっていうと、簡単に言うと、これから生きるこの1年間の1日1日を自分がより充実した1日にすること、1日1日成長することによって、自分自身がより価値がある人間、仕事に対して価値を埋めたりとか、社会に貢献できたりとか、自分自身も達成感を持てたりとか、人を教えられるようになったりとかっていう風になっていくためには、今よりもほんの小さな一段でいいから、やっぱり毎日登っていくこと、いきなり大きなあそこに行こうっていう目標はいらないんです。そうではなくって、100段先200段先ではなくて、まずこの一段、一日何ができるのかっていうこの一段を決めるんです。そしてそれを継続するんです。その小さな小さな積み重ねが気づいたら大きな大きな成果になっているので、山登りとか富士登山とかでもそうですよね。最初の一歩っていうのは、樹海の中から全然山の裾野も頂上も何も見えないような木に囲まれたところから一歩を進めていかなきゃいけないわけですけど、でもその一歩を進めていかないと頂上にはたどり着けないわけで、富士山に登りたいんですっていうのは自由ですけど、いきなり飛んで富士山に登れるわけではない。その一歩一歩の先にいろんな石ころがあったりとか、壁があったりとか、ね、階段があったりとか、だんだん苦しくなったりとか、山頂が見えなくなってやっぱやめようかなと思ったりとか、でもこの一歩ぐらいだったら一日できるよねっていう一歩を決めとけば、必ずこの一歩の積み重ねの後に山頂にたどり着くんだっていうことを信じて、一日一日積み重ねる人生になっていく。それが結果、大きな大きな目標につながる。まず小さな一歩を継続的にやるっていうことの目標をちゃんと立てて、それを記録して見えるところに置いて、毎日それを積み重ねていくっていう日々を送ってもらいたいなと。そうすると、今年の年末何か変わった景色が見えるかもしれないし、ぜひその変わった景色を見ている皆さんになってほしいなと思って、今日は終わりにします。ではでは、本田さんの世話社長本田でした。バイバイ。最初のもう1月もう今日で8日、あ、今日僕誕生日です。ありがとうございます。ですね、1月の余計なこと言いました。その経験を生かして、若者たちの、仕事の悩み、それはい、出ました。チーン、いい感じだったのにな、なんか。それ、なんかやっぱつまずき出すとつまずくよな。よし、行くぜ。はい。ああ、ちょっと椅子が低いのかな。あ、いっぱい上がってた。